赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子よい子、抱き立てのよい子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂、軽いくしゃみも飛んで出る。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。朝の挨拶、夕べの別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいいや。かわいいや、リンゴ。はい、こんばんは。今夜もね、リンゴの歌を歌いました。2016年7月の1日、後半戦スタートだね、今日からね。下半期スタートです。2016年7月1日、金曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、こんな風に配信してます。今日も早かったんでね、この時間ね。で、今週はね、予定通り土日休みなんでね、明日、予定、登山行ってくるよ。明日登山。こんばんはね。明日登山行こう。ね。雲取山。だから早めにしてね。ほんと今ね、ほんと。ケンイチさんがさ、YouTube ライブやって秋見たいんだけどね。しょうがないね。自分の生存確認やんないとね。今日早くね、明日早く家出るからさ。ね。奥多摩だからさ、早く行って。気合い入れないでした。雲取山なんでね。さて、飲もうか、早速今日もね。今日も飲もうか。昨日飲み終わっちゃったからさ、今夜これ、そこの大黒屋でさ、近くのお店で、大黒屋で、飲もう飲もうの500のパック、ね。大関のものも、この500かな、みかな、これ。これ飲もう。500だから飲み切っちゃってもいいかな、今日はね。あいつ休みだしね。じゃあ飲もう飲もう、まあ1回分でちょうどいいね、500。まあ、飲めないと500でも多いかもしれないけどね、僕、500ぐらいだって。500だったら3個ないもんね。じゃあ、大関の飲むものの500のパ紙パックです。いつものグラスに氷入れて。ちょうどいいね。でも、ちょっと飲む人はこれちょうどいいよね。1回分はね。3合弱ぐらいだよね。あ、乾杯。一人で乾杯。あ、じゃあ、つまみ持ってこうかしら、つまみ。今日早いよ。はい、ね。おなじみ新生市場に行ったらさ、カレーの縁側があったんで、これ切ってくる。カレーの縁側、見かな。カレーの縁側、アメリカ産ね。これで300、
22円の税込みで、これ、ね、これだけ税込みで、税抜きのこれはね、まあ、400円弱か。これね、これ切ってこっちは、これ、京都切ってこっちは、カレーの縁側。アメリカさん。今日はね、カレーの縁側だけが寂しいんで、しめさばもあったんで、今日はこんな感じ。今日のおつまみはね、こんな感じね、しめさばと、しめさばね、1枚分で安かったんでね、これも新鮮に決まって、あとカレーの、アメリカ産のカレーの縁側と、コップ酒、行こうか。じゃあ、醤油持ってこようか。醤油持ってこよう、醤油。醤油持ってこようね。おろし生姜入れて、おろしハウスのおろし生姜入れて、醤油にハウスのおろし生姜。入れましょうか。これは大黒屋で買ったのかな、このね。大黒屋でね。おろし生
こんなもんで。今日おろし生姜入れて。おろし生姜。おろし生姜で。いいね、カレーの縁側ちょっと作って。うん。うん。あ、いいね。甘みと歯ごたえ最高。あ。で、コップ酒。しめさばもちょっと、他つけないで。うん。うわ、しめさばいいね。しめさばもちょっと出てみようか。しめさば。うん。うまい。うん。これ安かった。38,350円か。一枚は100円ちょっとか。うん。あそこ新鮮市は8時閉店だからさ、今日早かったから行けた。8時閉店だから野菜今日でも人参そんな思ったより人参高かった、意外と思ったより高くなかった、安くなかったので買わなかった。玉ねぎ高かった。玉ねぎ明日持ってくるやつはアウトドア持ってくる、玉ねぎ持ってくる野菜、玉ねぎだけ。うん、明日登山だぞ。登山、久々の登山どうかな。うん、これ縁側最高。縁側最高。うん、あ、歯ごたえいいよな。うん、うん、あと甘みがあってカレーの縁側アメリカ産だから、これだ、これでも一パックこれであって300円ちょっとかね。さすがアメリカ産だよね、安いよなこれ。うん、しめさばねこれね。うん、しめさばも当たり外れなくていいよ。うん、うまい。このそう、しめさば本当僕そう思うよ。一番当たり外れ、よくさ回転寿司なんかでもね、サーモン当たり外れないとかっていうか、あんまあれ、僕は確かに多少、うん、マグロよりかは当たり外れは少ないと思うよ、サーモンは。でも僕はね、シミサバが一番いいと思うよ、あれ。回転寿司なんかでもね、まあよくある一番通常値段でさ、当たり外れが一番ないのはもうシミサバだなぁと思う。まあこれは生じゃないからさ、手を加えたもんってこともあってさ、本当は一番これ、回転寿司なんかでもね、うん、マグロなんかでもそうだよね、あれね、回転寿司って当たり外れあるもんね、あれね。同じ赤身でもさ、まずいんだと、あそこそこ食える赤身とさ、結構辛いマグロあるもんね、マグロなんかすごい下がるよね、あれね。それと比べれば、しめさば全然ね、いいと思うよ、あれ。うん。完全生じゃないからさ、あれ。塩漬けしてお酢で洗ったもんだからさ、ね。そんなどこ行っても当たり外れないからいいんだよ、しめさばって。どこの回転寿司でもね。サーモンまずいとこあるからね、あれかサーモンでもまずいとこはさ、うん、だからしめさばの方が当たり外れは少ないと思うよ、あれ回転寿司で。ああいいね、しかも日本酒日本酒だな、勝彦さんはな、飲むの安いだよ、これで300キロとかロックで。あ、天地は上々だもんな、明日。よかったよかった、起きたのね。今日都内かな、都内の端っこです。都内の端っこだからさ、都内の端っこね、都内の端っこ、埼玉山梨企画だ。まあ一応都内ね、うん、まあ天気いいと思うんだ。明日が 10%、 うわすごいよね、予報。日曜日最初、まあ日曜日下山かな。まず明日登れるか、登りだよね、明日な。登れるかどうか。登れなきゃさ、キャンプできないからね。うん。うん。うめ、最高じゃん。今日は縁側の刺身で。縁、ね。カレーの縁側。お、お、うまい。うんね。最高じゃない。
この歯ごたえのプリプリいいよね。あのね、そのコリコリ感と噛み締めるときの甘みがね、最高なんだよね、これね。ね。で、その甘みで、もう包囲で流す。彼って本当、彼本当、白身、あんま知らないからね、彼ってね、身はあんまないもんだね。昔幼い頃、よく親は煮魚作ってたな。カレーの煮魚。カレーほんと食わないもんな。まあ、カレーの身とよく言ってっけどな、めんどくさいからなんな。食うとこないもんな、カレーはな。ぺったんこでな。あ、しめそば。うん、しめそばもいいじゃん。明日どうかな。以前これ買って、以前、昨日、昨日ね、ちょっと遅いな、配信終わった後さ、前から注文してた、これ。これね、なんだ、簡易的なテントになって良さそうだなって買ったんだ。エマージェンシーシェルターっていうやつ。すごい、これでコンパクトなのね。うん、これテント代わりになるっていいかなと思って。うん。でも今回持って、まだ、全然これ、試しにやってないからさ、これ。今度、市街地の時企画のとこでさ、河原でさ、試し張りやってみようと思う。それできるようだったら今度、これ持って、キャンプ行こうと思う、これ。これでコンパクトだもんね。うん。これで立つのかどうかわかんないんだ。まだ一回もやってないんで。これ一個300円台。まあ400円弱で。アマゾンで買ったんだ。昨日取りに行って。エマージェンシーシェルターってやつ。これテント状になってね。まあ、一人用のテントサイズぐらいね。うん。これが使えればさ、身軽でいいかなと思って。うん。いきなりあの人行ってさ、いきなりキャンプでこれ持ってて使わなかったら辛いからさ、日帰りの時休んで、日曜の時さ、ね。そこで、シルバーでやってみようと思って。どんなもんか。そうしたらこれ、使いできそうだったらこれ、キャンプで持ってこうと思う、これ。エマージェンシーシェルター。これで、コンパクトだもんな。まあ、よくある、100円ショップのよくあるんじゃん、僕。アルミのブランケット。あれの、こういった、うん、そんな感じのあってね。うん。まあ、300円ちょっとで。昨日取りに行った。下がロープが1個だけ厚い。ロープだけ立つのかな、わかんない、これ。一回広げてみないとね、これね。ポールは使うのかどうかわかんない、全然。うん。これだけ立つのかどうか。どっか木に仕掛けんのかね、全然わかんないんだ、これ。うん。多分木に仕掛けんだろうな、もしかして。灯籠を立てて、全然わかんない、立て方が。立て方の説明全然ないんだよな、これな。わかんなくて。まだ広げてみないとさ、まぁ、あ、今度ね、キャンプ行く前にさ、日曜日とかさ、休みの時にちょっと近くの公園や河原やってみようね。うん、その後もできるようだったらさ。うん、うまい。うん。うまい。縁側最高。縁側で、今日は縁側で。縁側。うん。うまい。うまい。カレーの縁側です。ザクッと取って。うん。うん、うまい。日本酒。金一さん見たいんだけどな、あれ見ちゃうと9時になっちゃうんだよね。自分の配信できなくなっちゃうんだよ、あれやっちゃうと。難しいだな、うん、あの時間帯ね、はっきり9時ね。今ちょうど毎週金曜やってんだけどさ、あれ見ちゃうと僕もできなくなっちゃうんだよね。うん。しめさまもあります、しめさま。しめさまは酢で締めてるからね、この前。あ、しめさまもうまいね。うん。
前じゃないか。みんなそうね。あ、なんかメッセージ送ってくれて見れなくてごめんね、僕。メッセージ入れてないんだもん。あれ、Facebook のさ、入れてないからさ。うん。ね、だから見れない、ごめんなさいね。うん。見れませんね、僕は。アプリいっぱい入れるとさ、バッテリーの持ち悪くなんだもんな、あれ。うん、ただから明日は阪神は無理だと思いますんで、頂上でさ、まあできた配信したいんだけどさ、雲取りの山頂でさ、でもちょっとね、県外だからさ、多分、試しにルーター調べてみるけど、多分無県外でしょ、あれどこも。e モバイルの YMAX の県外なんだよね、やっぱあの辺はね。うん。だからさ、ローカルで録画してさ、うん、パソコンだとローカルで聞くからさ、これで、後日 YouTube にアップしたいと思います。録画すんだとデジカメとか、カメラがあればいいの、僕持ってないからそういうの。うん。一切カメラ持ってないの。普通の一眼レフみたいな普通の固定カメラないから、僕ね。カメラほとんど。ノートパソコンとか右ノートのさ、こういった内蔵カメラだけなんで僕。それで満足。どうしても写真必要な時は自分で家でさ、その内蔵カメラ写真撮って、それを何とかやって。うん。それで、それ撮ったうちはプリンターないからさ、近くの、あれ、漫画切れたりとそこでプリントアウトしたり、そうやってる。でもそれでもいいからね、別に。どう普段写真撮んねえからさ、どうしても写真必要な時はさ、家でさ、こうやって、自分の、パソコン内蔵カメラ写真撮ってさ、それ、ネット上のヤフーのサービスとかに置いといて、近くの漫画喫茶に行って、プリントアウトして、そうやって、うん、それでいいよね、うん。わざわざ買う必要ねえからさ、僕は。それでなんとか内蔵カメラで満足なんで、僕は。うん。右の音の内蔵カメラ全部。うん。で、もうこれも、マイクも内蔵ですよ。うん。特別買わない。うん。ああ、前ね。カレーの縁側。うん、何もつけなくてもね。やっぱつけるとね、うん、甘みがきつね、やっぱね。ちょっと差し味で。ああ、いいよね、このコリコリ感がね。ああ、うん。まあ、なんかほんと安いよこれね、あれで一パック300円ちょいだもんな。今日早かったからさ、行ったの7時ちょっと前に行ったから6時半ぐらいか、6時50分ぐらいだから敷地もあるとね、もっとねさらに安くなるね。まあそこ、まあそれ狙っちゃうとさ、売り切れて買えない場合もあるからね、それはね。やっぱり値引きで狙うとさ。まあ、もともと新鮮市場でそう高くないからさ。普通に買ってみたらそこ。うん。新鮮市場。ね、生鮮、本当は日曜だからほとんどないからね、あそこはね。ほんと生鮮品のスーパー。ちょっと前、僕が町屋に来た頃はさ、マルショっていう店あるよね、スーパー。店店。あれだったんだ、あそこ。それが閉店してなったのが、その新鮮市場になって。マルショはさ、あんな、狭いところにさ、一通り日曜だから食料品まで置いてたからさ、ちょっと何も良くなかったね、マルショの時はね。今、あれは新鮮市場。あの広さでさ、生鮮品に固定してっからさ、なんかいろいろあった。うん。あんま狭いとこはさ、いろいろ置けないな、ほんとね。グルメシティもそうだよね、あれ。普通のスーパーみたいな過ごしそうね、あんなの。あの白さだったらさ、町屋の駅前のグルメシティね、あれ。スーパーにはコンビニでいいと思うんだ、あれ。あの規模だったらさ。コンビニさ、ちょっと大きいコンビニで24時間、あ、でも少数、セブンマーカー。あ、でも他のチェーン店のコンビニでもいいと思うんだ、あれ。ミニストップでは何がいいのにな、あれな。ローソンでもさ、他のね、うん、
スーパーにしたらやっぱ攻めようなあそこの駅前のグルメシティね、あそこね。だから窮屈でさ、コンビニだったらまだいいんじゃないかな。オンライン24時間だったらさ、どうしてもね、だから生鮮室ってほんと魚でも肉売り場でもさ、ちょこっとしかねえから、大したもんねえしな。でかくないとな。さあ、私、最後の締め様、最後の締め様、締め様は最後だ。ね、締め様最後です。あ、うまい。おお。で、これ、縁側ね。あとは縁側。縁側ね。ね、コップだけ。明日、まず中野坂通りの中野坂だった。丸ノ内線でもさ、中央線の方まで行けるけどね、あれ、丸ノ内線ぐるっと回るからね、やっぱ東西線がいいだろうな、やっぱな。大手町で、東西線乗って、中野で行って、ここで乗って、行こう。そんな感じだな。西武線ですね、西武線乗るとなるとさ、三車になっちゃうんだよね。やっぱその分ちょっと割高なんだよな。西武沿線の人は西武線と、あれで国電で、大目線でいいんだろうけど、うちはさ、西武線行くのにさ、またあるからね、意外に。それよく警察で、やっぱ国電経由のが安い。国電だったらうち結局、町田から決めた線、A 段で。で、A 段乗って、国電で2車だからさ。というか西武新宿線安いんだけどさ、うちはさ、新宿線乗るためにまだ乗り換えがあるからね。西武沿線の人だったらね、中央線乗る必要ないよね、あれね。普通に早いまままで行って、ホーム線乗ればいいんだ、あれ。まあ、安く行けんだよな。ね、結局、うちは、あれ、高田馬場が新宿まで行くのにさ、また別の線があるから、行かなきゃなんないんで、また3車になっちゃうから、3車分初乗りかかっちゃうからさ、そう、安くないんだよね。まあ、ちょっと前まではさ、あれでも安いな、と思ったんだけどね、そうなんだ、あれ。初乗りかかっちゃうから、池袋から、歩いて池袋まで行ける、池袋、新宿、高田馬場とかまで歩いて行ける人だったらね、いいんだろ、安く行けんだけどね、うちはそう行けないからね、さ。ね。まあ、荒川区だからさ、そこまでまたね、電車で行くからさ、別の初乗りかかっちゃうから。だからやっぱ中央線で行きます。中野まで。なんで中野まで行って、中野から国電で、行こう。それがいい感じですね。やっぱしょうがないね。だから西武沿線だと結構安く行けるね。奥多摩とか、あっち方面ね。西武線すごいもんだって、廃墟まであるもんね、あれ。まあいいや、今回、雲取山行くんで、奥多摩から、鴨沢までバス乗って、楽しみだ。まあ奥多摩は一回行ってっからさ、控えキャンプ場でさ、あれ、いろいろ見るとさ、あれ、雲取山登るにはさ、西武秩父からバスで行ってっていうケースもあるんだけどさ、でも西武秩父自体一回もないからちょっとね、また、この、将来的には行って行くかもしれないが、まだね、一応、奥多摩一回行ってからさ、西武基地一度も行ったことねえからさ、全然。ちょっと不安があるんで、奥多摩は石川キャンプ場でこの、ちょうど行ってからさ、ある程度わかるんでね、奥多摩で行こうと思います。ね。奥多摩から、バス、西東京バスで、鴨沢のバス停まで行って、そこから歩いて、雲取山頂上行って、一泊して帰ってこようと思う。明日はそんな感じなんで、多分配信できませんからね。ローカルで録画して、それを YouTube にアップしたいと思います。子供の僕好きなんだよ、歩くのがさ。のものも、大関のものもです。あ、もう終わっちゃうかな、健一さん。まあ、500ml があっという間だ。あ、ちょうどいいね、これね。じゃ最後の一杯。さあ、じゃあこれだ。まあ、縁側、彼の縁側。まあ、うまい。
贅沢にとってちょこっと醤油ちょこっとつけて、うんうんうん、いいねこれ。噛み締めると歯ごたえと甘みが増して、うん、これがいいんだよね。これが沿岸の楽しみ。ちょっとつけ、うん、あ、いいね。ね、でコップだけ。ああ、うまいね。だってこれです、ペロリだね、本当に。うん。もうこんだけや。今日しめ鯖と貝の縁側、うん、うまい。あ、美味しくいただきました。あ、うまかった。プロリ、あ、すごいね。コステロール高そうだね。でも、うん、こうな、うん、今日はこれだけじゃ終わんないね。しめ鯖と彼の願いが、じゃあ、締めの、今日はね、寿司も買ってきたんだと、寿司持ってこようか。締めの、今日は締めの握り寿司持ってきます、最後。新鮮市場でさ、握り寿司も安く売ってたんで、その半額でさ、398円の半額。これいこう、最後これ。いいかな ?398 円の半額、これいきます。ネタはこんな感じね。これで200円ぐらいかな。半額ならいいな、これね。マグロか。あ、こっちにはわさび、まあ、全部入れちゃおうか。わさび。入れて。これは薄切りでいいかな。全部入れちゃって、これで。じゃあ、締めにこれ。マグロか。締めの握り寿司。うん、もう、うん、卵いこうか。うん、うん、うまい。ちょっとだけ、そうだからもうガリも行こうか。ガリ、ガリもこれいいよな。うん、ああ、今度これ、これハマキでしょうね。カンパチかな。うん、うん、今日肉厚ね、うめえね。ああ、これは貝ですね。青柳かな。多分青柳でしょ、これ。うん、うまい。で、コップだけ。ああ、次、甘エビ行こうか。甘エビ、これデカネタだね、これ。ほんとね、うん、あ、うまい。
じゃあ最後マグロ。これもね、新鮮市場ね。うん、ペロリ。まあ、39%だ、200円か。美味しくいただきました。あ、よかった。じゃあ最後これ飲んでおしまい。また来週から大変だぞ。頑張るぞ、来週。月曜日、仕事あるからさ。多分月曜日はそうやって思うと、月曜日。気合いるよ、月曜日。ちゃんと、のみちゃんのんびり好きなアウトドア楽しんだ後、月曜日頑張りましょう。だから、土日は多分配信できないさ。今回はさ、登山、雲取山登山だからさ、土曜日は多分配信ないからさ、日曜日は帰ってくんでできると思うけど、土曜日はさ、うん、ごめんなさいね。アウトドアで、ね、今回はさ、あれ、電波行かないと届かないとこなんで、配信ないから明日はさ、ね。ただ、日曜日、帰ってくんでできることね。はぁ、うまかった。ね、じゃあそんなわけで明日はね、配信ないですよ。多分ないと思います。まず届かないと思う。一応ね、モバイルルーター持ってくけどさ、多分できないと思う、明日。ね、小本木は県外だから。うん。まあ2000メートルだもんな。うん。できないと思うんでね。だから、ローカルで録画して、後日 YouTube にアップしますんで。雲取山山頂で、キャンプ、一人キャンプファイヤーみたいな感じで、動画アップしますんで。まだね。僕もともと好きなんだ、こういうの歩くの。僕は本当、僕でよかった、僕とはね、そういう女性と一緒になりたいね。本当に、やるんだったらさ。あんま僕、内向的に見るけど、あんまね、家でギッとしてダメなんだ、本当。お金ないけど、お金使わないけどさ、ほんと。歩くだけでもさ。ね、人によっちゃさ、金も使わずに、なぜ歩きに回ってるって言うけど、僕もそれが好きなんだよ、もうしょうがないね。そういう僕が気に入ってる、よかった、気に入ってる女性、待ってます。あんま僕、家でギッてしてんのはダメなんで、僕、休みの日とかさ。うん。山とかに行ってさ、ハイキングが好きなんだ、僕は。僕はそういう人間。何が楽しいって言われたら、どうしようもないけどさ、僕は好きなんだ、単にそういうのが。ね、好きな気分を踏みしめて歩く、それだけで楽しい。ただそんだけの、僕はそういう人間。で、頂上着いたらさ、一杯飲むのが、それが楽しいんだよ。うん。そんな僕そういうタイプのアウトドアマンなんでね。うん。家でギッとしてらんないね。うん。もともと僕はアウトドア系なんだよ。でも、うちはもともと親が連れててもらえなかっただけでさ。そういう、僕はそう思う、ほんと。もともと僕はアウトドアなんだよ、ほんと。あ、こんばんは。もう最後だけど、こんばんは。誰が来た？あ、まんじゅうさんどうもね。もう今日おしまいね。もう散々食った後。コップだけです。こんばんは。よかった。あと動画見てね。うん。今日これどうしまい。今日この飲もう飲もうの500のパックでもうあとこんだけです。今日はね、しめ鯖と縁側、彼の縁側の刺身で飲んで、最後この握り寿司やったからね。まあでも、もう40分くらいやってっからね。よかったら動画見てね。うん。見たくなければしょうがないけどさ。うん。今日、握り寿司。今日、カレーの縁側ね。縁側と、刺身と、しめ鯖と、最後これ、握り寿司食って、これ、コップだけ。今日はこれ、飲む飲むの500の。もう動画は後でアップしますので、よかったら見てね。よくない人は見なくてもいいけどね。うん。明日だって明日休みで、明日登山行くからさ、早めにしないといけないんでね。うん。明日は登山だからさ。
明日のアウトドアは登山なんで、多分半身無理なんでね。何度も言っとくないでした。多分明日配信無理です。明日県外のやだから。明日ね、後日 YouTube にアップしますんで、雲取山登山明日。はい、おいしくいただきました。ではまたおやすみなさい。ではまたね。おやすみね。ではまた。おやすみなさい。今来た人はね、動画の方を見てくださいね。おやすみなさい。今日はこの辺で。また明日。明日はさ、何度も言うけど、明日はさ、あれ、ライブ配信できないと思うんで。登山だからさ。県外だからさ、明日。多分無理で明日。多分明日配信ないと思うんでね、後日 YouTube の方で動画見てね、お願いね。ではまた、おやすみなさい。